朝ごはんはちゃんと食べてくださいね。ほら、あー、遅刻遅刻。社長として遅刻しちゃダメだよ。まだわからないの？え？社長、いらっしゃいませ。今日は唐揚げとコーヒーがお買い得ですよ。大変、侵食された生命体が現れました。くらえ！波の呪術。うわ、濡れちゃった。えい！お飲み物はいかがです？チーズ。これは私たちの思い出。本当にこの人が新しい社長なの？間違いありません。本職の力を使って探し出したんですから。でもなんだかぼーっとしてそうな人だけど。あなたの占いのデータを元に探したんですよ。それに結構可愛いじゃないですか。そこは重要じゃないと思うけど。まあもちろん私の占いは絶対だけどね。もう今は喧嘩しないの。ほら、社長が目を覚ましたみたい。生体認証完了。はじめまして社長、リリーと申します。聞きたいことがたくさんあると思いますが。ほら、本当に社長だったでしょ。やっぱり私の異能はピカイチね。ちょっと、社長連れてこられたのは私の異能のおかげでもあるんですからね。はいはい、自慢話はそこまで。要件を話すわよ。簡単に言うと、あなたは今日より SSS 株式会社の新しい社長に就任されましたってこと。では本部へ向かいましょう。あら、顔色が良くないですわね。エリン、手を貸して差し上げて。了解です。社長、すぐに縄をほどきますね。混乱しているようですね。詳しくは後ほど説明させていただきますので、まずは一緒に来てください。ここが本部です。社長、こちらへどうぞ。ここが社長室です。紀元島へのヘリが外で待機しています。私とアイリは別任務があるので、ここからはエリンがご一緒します。エリン、紀元島に着いたら隊長によろしくね。もちろんです。さあ、参りましょう。すべての始まりの地、紀元島へ。あれは、うちのヘリコプター。エリン、あなたがここにいるということは。そうです。新しい社長を連れてきました。あなたたちなら、きっとやってくれると信じていました。社長、はじめまして。私のことは、みんなからは隊長と呼ばれています。お会いできて光栄です。エリン、
あとは私に任せて、あなたは早く会社に戻ってあげてください。それじゃあ私は先に戻ります。あとはよろしくお願いします、隊長。社長、仲間たちが危ない状況なんです。どうか私と一緒に来てください。くそ、敵の数が多すぎる。でも、なんとか持って